鳥取県八頭町の山間で見つけたのは半化粧、うん、と思いきやこちらも同じ時期に葉を白く染めるマタタビです。はい、受粉を助ける虫たちに花のある場所を知らせるためで葉の表面が白く変色すると、うん、やがてその下に白い花をつけます。白い葉は珍しいですよね。そうですよね、うん、マタタビは昔旅人が実を食べてまた旅を続けられるようになったことからマタタビと名付けられたんだとか。ダジャレなんですね。はい、そしてマタタビといえば、うん、猫にはたまらにゃい大好物として知られ早見を猫に与えると、うん、お酒に酔ったような状態になると言います。はいはい、そのため大量に与えすぎないよう注意が必要だということです。うんうん、鳥取県内でも渓流沿いに多く分布しているマタタビ、この白い葉は梅雨明け頃まで見られるということです。は